パルチザンベオグラード時代のベセリー、ヤンベセリーは、チェコのプロバスケットボール選手。ターキッシュバスケットボールリーグのフェネルバフチェ・ユルケルに、所属している。チェコスロバキアモラビアスレスコ州オストラバ出身。ポジションは、パワーフォワード。213センチメートル、110キログラム。バスケットボール選手の父親、バレーボール選手の母親の間に生まれた。2007年に、 スロベニアのジョプリンスローブンに加入。2008年にはセルビアの KK パルチザンに移籍した。2009から10シーズン、チームはユーロリーグベスト4に進出した。2010年、フィバヨーロッパより最優秀ヤングメンに選ばれた。2011年の NBA ドラフト全体6位でワシントンウィザーズに指名されて入団した。フリップソー・オーンダーズヘッドコーチが解任されて、以降、 ランディ・ウィットマンが就任してからは出場機会が増えた。2012年4月9日のシャーロット・ボブキャッツ戦では11得点、11リバウンドで初のダブルダブルを達成、チームの勝利に貢献した。4月23日のボブキャッツ戦ではシュート8本すべてを成功させ、16得点、6リバウンド、4スティールを挙げたが、1年目のシーズンを平均4.7得点。 4.4リバウンドと期待外れの数字に終わり、ネネーが加入したことで出場機会も限られ、その後も NBA での適用に苦しんだ。2014年2月20日、3チームが絡んだトレードでデンバーナゲッツに移籍。2014年8月5日、TBL のフェネルバフチェイルケルと契約した。ありがとうございます。